見守るは Wi-Fi 環境で利用できるクラウド型の見守りシステムです。設備工事が不要なので安価かつ短期間で導入することができます。見守るは利用者様の離床動作やベッド上での身体情報、心拍数によるバイタル情報をパソコンやスマートフォンで常時確認できます。利用者様に危険が迫ったときは警報で介護者に知らせます。呼び出しや見守りセンサーの信号をレシーバーで受け、インターネットを介してパソコンやスマートフォンに通報します。心拍数が大きく数字で表示されていて設定値を下回るか上回ると心拍数表示部の色が赤く変化し警報が出ます。見守りセンサーからの信号を受け取った際にはポップアップ画面と警告音でお知らせします。スマートフォンでも通知を受け取ることが可能です。 LINE にも対応しており、コミュニケーションを効率的に行います。見守るは利用者さんに装着した脈拍浄化検知などのバイタル情報、緊急呼び出し、長時間静止などさまざまなアラート設定による個別ニーズへの対応が可能。バンドを手首に装着し指を測定部に刺します。指から外れると未着用と表示され警報でお知らせします。脈拍センサーには呼び出しボタンもついています。ボタンを押すとナースコール同様介護者を呼び出すことができます。コール専用の呼び出しボタンもございます。バンドを腕に装着しボタンを押すことで呼び出しが可能です。防滴仕様となっております。さらに複数の見守りセンサーと連携が可能です。フロアセンサー、ベッドサイドに敷いておき利用者がセンサーを踏むと警報が鳴ります。ベッドセンサー、ベッドマット上面に敷いておき利用者が上体を起こすと警報が流れます。プレートセンサー、ベッドサイドやベッドマット下に敷いておき利用者がベッドサイドに寄ってくると警報が流れます。赤外線センサー、簡単。ベッド上の利用者の状態を検知します。状態を起こしたりベッドから足を出すと通報します。他にも車椅子や椅子からの立ち上がりを知らせるチェアセンサー、トイレからの立ち上がりを知らせるトイレセンサー、人を感知する人感センサーなどがあります。Wi-Fi 環境下で様々なセンサーを組み合わせできる見守る。利用者様の安心とワーカーの皆様の負担軽減を可能にします。